ビデオアシストでレコーディングを開始いたしました。今日は6月30日みそか磯見利平のライブ配信を開始いたしました。それではどれもこれもマルチ画面では面白くないということもあるかと思いますけれども、一応マルチビューとシングルビューの違いを今フェイスブック出ましたね。それでシングルビューに変えまして、私も Windows の画面に立ち上がり、それじゃあちょっと BGM を小さくしまして、これでカメラこれですね、これで OK。 ある程度 Windows のやり方も分かりまして、この大きくしたり小さくしたりすることができるようになりました。これ非常に便利ですよね。 Windows の標準のこれはあれですかね、設定共有、このプログラムの名前は何て言うんでしょうかね、これかな、こういう感じで出てきて、こう現代はこれだっていうか、こう並べていくわけですよね。はい、撮った映像をコメントをつけて、あかっていうことをやっていくということですよね。はい、それでこれも過信なんですけど、ちょっとピントがずれてますね。こっちも同じ、これも同じ、これはまあこれもかろうじてあれですかね、過信がこういう感じで撮れてます。はい、これも可愛いあれですけど、こっちのがいいですよね。これ可愛いと思わないですかね。これ可愛いですよね。あ、ここに虫がいましたね。こういう虫が一般的に咲いている花ですよね。一応 Google でこの花は何なのかということで、 Google のですね、 Google レンズですよね、 Google レンズを使ってやってます。ですから名前は皆捉えてやっておるということはお伝えしてきますね。こう来まして、これここに明らかに虫がいますよね。これ撮ってる時には気がつきませんでしたけれども、ちょっとこれは普通のカメラでは映らないですからね。こうですね、確かに虫いましたね。これは色違いですよね、こういう感じで。これも大きく撮りましたね。こういう姿を映せるっていうのはやっぱりここに焦点が合ってますよね。非常にピンポイントで、これもそうですね、綺麗ですね。一生懸命撮っているんで、撮ってる時はそのピントまでちょっとね、配慮が止まれ、パソコンで見れればいいやというような感じで、これも虫がいましたね。これ虫ですよね、明らかに。虫が取れたらば、それもアリですよ。これ、野いちごについていたアリということでね、これいいですよね。ここにいますね。この虫がさっきのこれですよ。こっち側のこれ。これとこれは一致してますから、野いちご。歌にも出てきますよね。ふるさと、この時期になると、野いちごが盛んに出てきて、それを、これは色が、フォトショップでちょっと遊んでみましたけど、これがお見ないしですよね。もう、お盆花とも、実家で言ってましたけどね。綺麗ですよね。ここにピントが合ってます。この辺かな。そうですよね。ちょっと大きくしたけど、ピントはいまいちですね。はい。これがすごいんですね。この花は、私も調べてみてびっくりしたんですけどね。ちょっと Google ドライブで調べてみますね。こうやって見ると、これでこうやって検索すると出てこない？これだと反応ないですね。こっちの方があるかな？これは余計ないでしょうね。それで、これよりも大きくしたのはこちらですよね。風が吹いてなかったですから、よかったんですけども。これがですね、ちょっと私の Google レンズやってるんですけど、識別しないですね。そうですね。これだけ大きい絵になっちゃってると、Google レンズでも識別しないですね。マクロレンズで撮ったやつでは反応しないんでしょうかね。はい。これもいいよね。こっちかとこっちかがさ、なんていうか、こういう風になってるっていうことが、撮ってみて初めてわかるんですよ。これは、撮った人でないと、あ、こっちのがピント合ってますね。これ、こうして、これとこれなんてのは最高にあれですよね。何撮ったのっていう世界でございますけれど。これは撮ってからの勝負ですんでね。これもまた可愛いですよね。こっち側のこういうところ、これ。こっちか、これとこれが相似形ですよね。見てて楽しいとしか言いようがありません。これ、とてもちっこいやつなんですけどね。堤防の網戸のところにこう絡まって咲いてる植物でしたね。ここにこうちっこいの。これ、子供でしょうかね。そしてこれはあれですよね。この時期、最高に。昨日は、一昨日が雨でしたんで、昨日は晴れましたからね。とっても綺麗な花です。
ほら、これもいいでしょ。みんな花の子を取ったに黄色いやつをつけてるのね。優しい花ですね。何度もやってますんで、名前は忘れしちゃいましたけど、うん、これも同じ花ですよね。こうですか。こう切って、これですよね。これですからね。本当に青空でそのところに咲いている。ここにテロップを入れられればいいんですけどね。例えばですね、これでテロップを入れるにはどうやるんだろうかね。なんかこの辺にテキストっていうのはありますか？マークアップ、消去、トリミングするとかいうことですね。これで、こういう角度を変えるんですかね。これでマークアップ、こういうふうにマークアップができるんですね。これも素敵ですね。このソフト使えますよ。お、私の写ってるのが写ってるね。保存オプション。これで保存できるんですかね。綺麗なあれですよね。これは蛍光ペン、太いペン。書けますね。のがみ。こうですね。私は毛筆やってますんで、文字を書くというのはあれなんですよ。これで消去ですよね。プレビューとかいろいろブラシのサイズ。これでこうできるんだね。で、これをスケープで書けるのかな ?OK。そして、ここのこれですよね。これを表すと、この下側にこれが出てきます。これも綺麗ですっていうことで。これも光が差したところの堤防なんですけども、水しぶきを取りました。こういう感じで、シャッター秒速変えてますよね。まあ幻想的に撮れるかなというような感じでやってみました。私も紫爪草、笑われますけれど、この花の名前は覚えました。で、これが白爪草ですね。これで昨日終わりますかね。昨日撮った散歩道からの映像ですけれども、これで全部終わりました。それでは今日のライブ配信はこれまでとさせていただきます。ご拝聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは私の画面に戻ります。そして2カメにこうですかね。2カメに戻して、これですね。今日も晴れてますんで、昨日はザクロの剪定ができませんでしたけれど、今日はやってみたいと思います。それでは皆様、良い日曜日をお過ごしください。失礼いたします。